業オタクまゆぴぴです。はい、ということで今日はイコールラブとオサレカンパニーがコラボしたワンピースがあったと思うんですけれども、ちょっと皆さん聞いてください。私ワンピース戦争に敗北いたしました。当日もずっと待機してたんですけど買えなくて。人気出すぎじゃないですか。人気がありすぎるのとワンピースが可愛すぎるのが問題だと思うんですけれども、皆さんね、ワンピース買えた組の方々はお家に届いたみたいなので、ちょっとエゴサーチして一緒に、皆さんと一緒にやみながら見ていきたいなと思います。それではスタート。もうこの行き場のない気持ちをどうしたらいいんだろうと思って、今日は YouTube で皆さんとこういうネタもたまにはシェアしていいんじゃないかなと思って、お話しさせていただきたいと思います。エゴサのワードとしてはイコラブワンピースで検索しているんですが、うわ、かわいい、ワンピース着て映画見に行きますとか、かわいい、これで私もニアリーイコールラブってめっちゃかわいい。うわ、発送通知がまだ来てない方もいらっしゃると。うわ、かわいい、めっちゃかわいい、このお洋服が似合うようにダイエット頑張るとか、かわいいですね。うわ、いいな。うわ、実際に着てる画像かわいい。リボンと袖のベロアもフリルもボタンもめちゃめちゃ可愛いですって。うわー、これを着てる方がこれから街に溢れるってことですよね。いいなー、いいな。え、めっちゃ可愛く加工してる方がいらっしゃる。可愛い。え、全部刺繍なんだ。すごい、だから高いんだ。うわー、可愛い。だって生地が一緒ですもんね。開けるのもったいないって。可愛すぎて言葉が出ないって。まだ届いてない方も結構いらっしゃるみたいですね。へー、え、多く買えてしまったためお譲りします。私こういうのやったことないんですよね。なんか本当にいい人もいるけど、ちょっとね、わかんないじゃないですか、こういう取引難しいですよね。そう、皆さんはツイッター上でなんか譲りますみたいなのって見たことあります？私はそういうのに手を出したことは実はないです。ビビリンキャなので。うわ、買えなかったピエン、わかる、わかる、わかるよ。わかる、気持ちめっちゃわかるよ。イコラブワンピースでしか検索かけてないけど、そう、オタクで買えてる人少ないよね、マジで。マジで。全然買えてない、みんな本当にマジで手に入ってない。私のリスナーさんもですね、ショールームの時に買えなかったっていうご報告を、していただきましたけれども、本当に買えないんですよ。ちょっと、生産部数間違って、ってますよね。ちょっと予想をはるかに上回る売り上げだったのかもしれないですけど、ちょっといや、予想はできるはずなんですけどね。もう可愛いですし、コラブちゃんの人気から考えたら、もう圧倒的に数が足りないから、これはもしかしたら2万円よりも高い金額で売ってもよかったのかななんて、ちょっと思ったりしますね。やっぱり10万円ぐらいにしとけば、本当に買える人しか買わなくて、まあ私は逆にもう買えなくなっちゃうんですけれども、まあ、意味ないやないかっていう話ですね。え、結構お譲りしますの方多いんですけど、いや、待って、なんで譲るのに買うの、なんで買うの、なんで譲る、なんで、なんで、可愛い子が着ると可愛いなっていやー、いいですね、これは本当に。AKB の衣装も欲しいですって言ってる方もいらっしゃる。いや、本当に、うわ、買えてよかったっていいな。無事買えたとか、うわ、もうちょっとやっぱり買えてる人がいるってことですよね。うーん、羨ましい。買えなかったって子もいる。あ、もうわかるよ、わかるよ、本当に買えなかったよね。どうして、どうして買えなかったの、どうして私たちは、もう本当にショック。いや、もうグッズもね、グッズも全部欲しいですけど、やっぱりこう身につけられるものって嬉しいですよね。だから本当に欲しかったな、本当に欲しかった。もう実用性も抜群じゃないですか。だってそのワンピース着て、私も YouTube 撮りたかった。皆さんも私がワンピース着て YouTube 撮ってるとこ見たかったですよね。本当にもうちょっと信じられない。待って、自分のツイート出てきた。しんど。自分のツイート出てきたんだが。スクショ撮っとこう。いやー、本当に無理。本当に、これが、以前私が、ノイミーちゃんの君はスパークルの時の動画のミュージックビデオの解説の動画でお話しした通り、ある、トミーに対して病むオタクですよ、これが。実在してしまったものに対して病んでしまうんですね。
この前お話ししたのは、ライブ会場に行って、推しがいるのに、ライブから帰るときに病んでるオタクがいるっていう話をしたんですね。これはなんでかっていうと、自分より最強なファンさんをもらっている子を目の当たりにした。この事実が受け止められない。自分よりもすごいファンさんをもらってる人がいる。この事実が受け止められない闇系オタクがいるよねっていうお話をしたんですけれども、今回のこのイコラブワンピースに関して私は闇系オタクを極めております。このワンピースが発売されて、しかも2万円って高いんですけど、まあ凡人でもギリギリ買える値段だって。これが10万円とかだったらちょっと話変わってきますけど、2万円だったらそんなにやばい仕事をしてなくったって買えるっちゃ買える。だから私は本当に欲しかったんです。本当に欲しかったから動画にもしたんですけど、買えるつもりで動画にしたんですけど、買えませんでした。本当にショックです。本当にショックです。で、私がもっとショックなのは、これがメルカリとかに出だしたらめっちゃショックです。それは、なぜに?となってしまうし、まあ、一回来たら満足みたいな方もいらっしゃるかもしれないですけどね。いやー、それでまたなんか変な転売屋とか出てきたらもう私はもう本当に無理です。生きて行けぬ。もう3分でソールドアウトですよ、なんせ。ありえないですよね。普通のアパレル業界ではまあまあありえない。ありえないレベルで売れ行きがいいっていうことでですね。もうどうしたらいいかわかりません。はい、ということで今日は皆さんと一緒にただただひたすら病んでいく YouTube を撮ってみたんですけれども、これ多分、イコラブちゃんのファンじゃない方がこれ動画を見たら、何このネガティブな動画、こんなの見たくないよって言うかもしれないんですけど、イコラブちゃんのファンの方が私のリスナーさんのほとんどだと信じていて、お話ししているんですが、きっと同じ気持ちですよね。ちょっと買えなかった皆さん、手挙げてください。同じ気持ちだと信じて、ちょっとこのね、どこにも吐き出せないこの辛さを、この YouTube のこの動画を通して、多分もう YouTube 上にこの動画アップされるの私だけだと思います。多分ね、わかんないですけど、まあ、もしかしたら他の YouTuber さんもね、イコラブのワンピース買えなかったピエーンっていう動画をアップするかもしれないですけど、多分ここだけなんで、皆さん欲しかった思いをこの YouTube のコメント欄にぜひ綴ってください。私全部丁寧にちょっと読んで返したいと思います。本当にね、辛い時はお互い様ですわ。ここでもし声が大きく上がったら、もしかしたら、買えなかったとか、なんか嘆いてる YouTuber いる、受けるって言って、なんか運営さんだったりとか、そのおされカンパニーの関係者さんが見て、こんな欲しかった人いたんだって気づくと思うんですよ。ちょっと気づかせましょう。本当に気づかせましょう。ここを使って、ぜひ利用してください。大利用してください、この動画。本当に欲しかったですし、なんかさしこちゃんがツイートで、そんなこと言ったらズルズルの衣装だって欲しいよねみたいな感じで書いてたと思うんですけど、特にめっちゃ着てみたい衣装がズルズルの衣装ですね。あれは本当に人生に一度でいいから着てみたい。ワイの声届いたみたいな。以前のこのワンピース発売されますっていう動画で、ズルズルの衣装がマジで欲しい、世界一欲しい、いつか着てみたいって言ってたんですけど、あれ?声届いたみたいな。違いますよね。皆さんが SNS で多分そう言ってるんだと思います。だから、もう本当にお願いなんで、ズルズルの衣装で第2弾やってもらえたらなとか思います。あと生産部数をもう少し増やしていただいて、みんながゲットできて、みんながハッピーになった方が多分転売とかもなくなると思うし、きっとね、平和に解決できるのかなと思います。以前、なにわ男子と GU がコラボした服、アパレルも、発売当初、まず GU に入るための整理券を、その商業施設が開く前の8時、9時の段階から並んでもらって、で、それで買いに行かなきゃいけないっていう、もう、それは大変な作業だったんですね。1日を拘束するというか、それで整理券を、まあ、8時、9時にいただいて、あなたの入場時間は14時ですよって言われて、じゃあ14時にもう一回そこに来て、で、さらに並んで、で、はい、スタート!はい、買ってください!で、買うみたいな感じだったんですけれども、それも、行っても、もう推しの色の服がないとか、あと1個とかってなると、同じ時間帯の人たちでももうライバル、戦いが始まるわけですよ。もうね、そうやってね、一つのものをみんなで争うようなことはやめましょうよ。たくさん作って、本当にみんなが幸せ、ハッピーになってほしい。けど、まあ、そこにね、こう、希少価値というものがあるのかもしれないです。が、次回は多分、もうちょっと、部数を増やして、
制作していただけるかなと思いますので、私たちの方でですね、こうやって声を上げて、もっとワンピース着たいよって言っていきたいなと思います。もう私も何のためのメディアだって、これは本当に運営さんにお願いをするためのメディアですからね。嘘嘘、それは嘘ですけれども。もしかしたらどこかで、あばよくば誰かがね、見てくれてたら、ぜひズルズルの衣装の時はですね、この2倍、3倍、と言わず10倍ぐらいの、部数でですね発売していただいて、多分これイコラブちゃんのファン以外の女の子も普通に欲しいんじゃないかな。おされカンパニーのファンの方もいらっしゃいますからね。そういう方も多分今回ご購入されているので、もうこれは無理ですわ。しかもなんならその衣装を着て11人12人で大学生とかでこうコピーサークルみたいなアイドルサークル、アイドル研究会とかの方がみんなで踊ってみてもやりたいかもしれないけど、一人だけ買えなかったとかちょっとかわいそうじゃないですか。非公式がコスプレを出すぐらいなら、公式がガチのワンピースを出してくれた方がこちらも買いやすいですしね、着やすいので、ぜひよろしくお願いしますといったところで、今回の動画を締めさせていただきたいと思います。はい、ということで今日はイコラブちゃんのザ・フィフスワンピース買えなかったよピエンピエンっていうお話をさせていただきました。共感できるという方、ワンピースは着れないからなんかメンズ用のも作ってくれっていう方は高評価よろしくお願いします。買えた人も高評価でよろしくお願いします。おされカンパニーとサシピー運営の皆さんに届け、届いて運営タン。それではまた次の動画でお会いしましょう。マイプでした。バイバーイ。ピアン。